に何時のこと嫌いな人いるかしら。もうまんたいら、1分後にはファンになってるからね。今日も派手に行くわよ。盛り上がるご準備はよろしいですか。元気充電、準備順調、いくよ。すべてをランジュに委ねちゃいなさい。支配してあげるわ。すべてをランジュに委ねちゃいなさい。支配してあげるわ。The Golden Time始まるよ。未知なる世界が。まあこんなもんか。あれ。やーん、かすみんに会いたかったんですね。先輩がいない間、かすみんとっても寂しかったんですよ。ベッドにぬいぐるみ全員集合させないと夜も眠れないくらいで。あ、でも合宿もしたし、練習はちゃんと頑張ってましたよ。本当です。かすみん、約束は守りますからね。はっ、かすみんとしたことが、先輩が来るのは明日だと思ってちょっと油断しちゃってました。髪型が完璧じゃないかも。ランジュちゃん？カリン先輩たち歌いませんよ。あの人のバックダンサーですもん。あと、あの人同好会のメンバーじゃないです。勝手に部を作ったんですよ。ねえ先輩、先輩はかすみんのこと大好きですよね。かすみんのことが大好きで、かすみんの味方ですよね。それが聞けて一安心です。先輩も戻ってきてくれたし、ここから反撃開始です。先輩がいない間に大変なことが起きたんです。もうパニックですよ。皆さん遅れてすみません。でもスペシャルゲストを連れてきましたよ。こんにちは。スペシャルゲストって誰？ふっくー、絶対に期待を裏切りませんよ。絶対ですから。2回絶対と言いました。歩む先輩なんて感動のあまり号泣しちゃうかも。え、私？ははーん、かなたちゃんピンときた。
静子っては焦らない焦らない。ではどうぞ。先輩。どうして今日の夜帰ってくる予定だったよね。帰ってきたら会いに行こうって。私そういうことでしたか。これ以上ないスペシャルゲストですね。おかえり。あなたも元気そうでよかった。短期留学はどうだった？そんなことないよ。私がこんなに元気でいられるのはあなたやみんなのおかげだもん。おかえりなさい。実はあなたがいない間いろいろあったの。あのランジュって人のせいでカスミンたちの物質がなくなっちゃったんですよ。あの人理事長の娘らしくて、それでこんな時期に香港から二次学に転入してきたんです。あとミアって子も一緒に。最初はしおりこちゃんが二人を同好会に連れてきてくれたんだよね。スクールアイドルフェスティバルを見てスクールアイドル活動をしたくて来たってさ。私たちそれを聞いてすごく嬉しかったんです。じゃあこれから同好会で一緒に頑張ろうねって言ったら、それは違うって言われて。最高のスタッフ、最高の環境を整えたスクールアイドル部で同好会でできなかったことをさせてあげる。だから同好会なんて捨ててきなさいと言われたんです。でも私たち同好会でできなかったことなんてないよ。同好会だったからこそできたことばかりだもん。だから本当びっくりですよ。理事長の娘だからって好き放題やりすぎです。部室は立ち入り禁止だし、行動とかの使用許可も全然下りないしね。二次学のスクールアイドルとして活動を続けるには部に入るのが条件。部に入らない限り活動禁止。リナちゃんボードゾーン。おまけに監視委員会とかいう組織まで作ってカスミンたちの邪魔をしてくるんですよ。練習してるのが見つかるとやめさせられちゃうんだ。同好会の活動現場発見、ビビーって笛吹くんです。だから練習場所も決められなくて、今日は屋上ですが明日はどこになるのやら。急なことだったし、それにあなたに余計な心配かけたくなくて。あなたが帰ってくるまでに私たちだけで解決しようってみんなで決めたの。でもうまくいかなかった。先輩が帰ってきたらもっと楽しいお話をしたかったんですが、こんなことになってごめんね。話してくれるかな。みんな一緒って部のみんなもってこと？それはちょっと私は迷っちゃうな。そうですよ、ランジュ一味と一緒なんて絶対絶対絶対嫌です。あの子たちのやってるスクールアイドルってなんか違う気がするの。う
まく言えないんだけど。おお、帰ってきたんだ。帰ってきたなら連絡くらいしてよ。君の帰りを待っていたのよ。もう何普通に話しかけてるんですか。部外者は来ないでください。部外者ってそんな悲しいことを言わないでよ。愛さんたちだって。愛先輩のお話なんて聞きたくありません。ブーン。とにかく部外者とはお話ししたくないですし、お顔も見たくありません。ブンだ。部外者ってまあそうなんだけど。そんなこと言わないで、可愛いお顔見せてよ。あれ、可愛いお顔って騙されません。同好会やめて部に行っちゃった人なんて知りません。ブンだブンだ。そんなこと言わないでよ、カスカス。じゃあ抱きつかないでください。あとカスミンです。カスミさん落ち着いて、なでなで。もうこの様子だともう話は聞いたかしら。君のそういうところお姉さん大好きよ。積もる話もあるし、後でデートしない？こら、先輩を誘惑しないでください。こっちには最終兵器歩む先輩がいるんですよ。さあ行っちゃってください、歩む先輩。なんて言えばいいかな。いっつもかすみには言ってるでしょ。じゃあ仕切り直しまして、カリンさん、アイさんのお話も聞きましょう。先輩、何から聞きたいですか。先輩、それじゃあいつものおしゃべりと同じじゃないですか。そんなの決まってます。カリン先輩もアイ先輩もスクールアイドルとしての誇りをなくしちゃったんですよ。それは違うよ、アイさん、スクールアイドルの誇りはあるもん。アイさんだって同好会で活動できるのが一番だよ。でも実際ほとんど活動できないじゃん。だったら練習だけでもやっときたい。それに正直部のやり方に興味があった。何にも知らないまま全否定はしたくなかったんだよ。アイさん、スクールアイドルが好きな人とはみんな友達になりたいしさ。でもカナタちゃんはみんなで団結したかったな。私はお友達を作りたくて同好会に参加したわけじゃないわ。もちろんみんなはいい子だし大好きよ。こうして出会えたことに感謝だってしてる。かけがえのない存在だわ。でも何でもかんでも一緒っていうのは違うと思う。私たちは仲間でありながらライバル同士、お互いを磨き合い高め合う関係でいたいの。だから私と愛のやり方も認めてほしい。現に私たちのパフォーマンスはみんなの刺激になってるでしょ。それは確かに。カリンさんとアイさんのダンス、ちょっと前とは段違いです。そうだね、負けないように頑張らなくちゃって気持ちになる。ブはやっぱりいろんなもののレベル高いよ。さすがプロ集団って感じ。
作詞家、作曲家、振付師、演出家、クリエイティブを担当してるのはランジュが連れてきた各業界トップクラスのプロなのよ。でもカリンちゃんは今歌えてないよね。エマ、ランジュちゃんのバックダンサーじゃなくて、私はカリンちゃんのパフォーマンスが見たいのに。あそこでは仕方がないことなのよ。部は一番完璧な人がセンターに立つステージ作りをしてる。今はランジュがセンターの立場にあるってこと。後ろから見ているとわかるの。あの子のパフォーマンスはずば抜けてる。圧倒的にね。ただ私だってずっとバックダンサーをしているわけじゃないわ。いつか私がメインになる。メインとかバックダンサーとかじゃないの。私はランジュちゃんよりカリンちゃんの方がずっとすごいと思うもん。そうですよ、ランジュなんて全然すごくない。いえ、すごい人かもしれません。カスミンだってあの人が上手なのはわかります。でもすごいスクールアイドルではないですもん。先輩。ねえ、あなたたちも一度部に来てみない？プロが協力してるだけあって、やってることは高度よ。勉強になることがたくさんあるわ。そうだよ、ランジュだって喜んで迎えてくれるよ。私絶対に行かないから。カスミもです。カナタちゃん、自分が好きなようにやりたいもん。私も自分の大好きなことをしていたいです。すみません。あのね、この話今日だけじゃなくて何度もしてるの。その度に意見がまとまらなくて、私たちだけでは答えが出ないので、先輩が帰ってきたら意見を聞いてみようってことになっていたんです。あなたはどう思う？難しいよ。もちろん。じゃあ早速今から行こうよ。あかり、今ランジュって部室にいるかな？ライブの映像を確認するって言ってたからいると思うわ。行きましょう。あなた一人で平気？一緒に行こうか。本当に一人で大丈夫？アイさんたちが紹介したらきっと話しやすいと思うよ。じゃあいい話し合いになるよ。祈ってるわ。どうぞ。あら、あなた誰？ランチのサインが欲しいのかしら。もうちょっと待っててくれたらサインでもツーショットでもしてあげるわ。あなたが？あのスクールアイドル同好会の部長？なんでこんな冴えない子が。で、ごめんなさい。挨拶はきちんとしないとね。改めて自己紹介よ。私はショーランジュ。ようこそ我がスクールアイドル部へ。ええ、いいわよ。さ、そこにかけてちょうだい。で、
私に話って何かしら？いいわよ。この私が率いるスクールアイドル部に入ってくれればすぐにでも活動できる環境が整ってるわ。申し分ない環境がね。はぁ、ほんと、わけわかんない。なぜランジュが用意したこの素晴らしい環境を利用しないのかしら。ほら見て、この物質どう思う？これでも作りかけなの。向こうに専属トレーナー常駐のトレーニングルームを作るつもりや、専用のシャワールームも作ろうと思ってるの。あ、サウナと岩盤浴も入れたいわね。私と私の友達がスクールアイドルをやるんだから、最高の環境でなくっちゃ。施設だけじゃないわ、スタッフだって世界中から集めた一流がバックアップをする。それなのになぜ同好会の子たちは来ないのかしら。他に何が足りないの？ちょっと私の話聞いてる？あなただって同好会のみんなに最高の環境でスクールアイドル活動をしてもらいたいでしょ。部長としてあなたが説得すればあの子たちも来てくれると思うんだけど。あなた、私のステージを見ていたわよね。私、客席はよく見ているの。いい顔してたわ。ランジュの歌に酔ってたでしょ。ならもうファンよね。あなた、同好会のみんなには慕われているようだから役目をあげる。あの子たちを私のところに連れてきなさい。もちろんよ。あの子たちは素晴らしい原石よ。磨かれるのを待ってるの。だからこそこのランジュが成功を約束された新しい場所を作ってあげたんじゃない。いいわ、とっておきの秘密も教えてあげる。これを知ったら絶対に部の方がいいってあなたも思うから。うちのエース作曲家ミア・テイラーよ。ニューヨークから引っ張ってきたの。あら、わかるのなら話が早いわ。そう、あの有名な音楽一家テイラー家の次女、天才作曲家のミア・テイラーよ。この子の曲、去年何曲再生数ランキングトップ100に入ったと思う？30曲よ、30曲。これがどれほどすごいことなのか、いくらなんでもわかるわよね。ねえ、理解した？ダンジュの作ったスクールアイドル部がいかに最高の場であるか。シャットアップ。あら、聞こえてるなら最初から言ってよ。集中して聞こえてないのかと思った。そういう悪気ないとこほんと嫌い。そんなこと言って、ミアは私のこと大好きでしょ。日本に一緒に来るくらいだもの。そういえば昨日頼んだ新曲の進みはどう？できてるに決まってる。来るの遅いから5曲も書いちゃったよ。うるさ、一晩で書いて悪い？ふんふん、いいじゃない、3曲目が一番私に合いそうね。あなたも聞いてみる？愛が言ってたけど、あなたも作曲するのよね。だったらわかるでしょ、ミアの実力。ミアの元には世界中で流行ってる音楽全ての情報が集まるの。それを瞬時に分析してより完成度の高い曲を生み出すのよ。世界中探したってこんな14歳いないわ。高3、僕飛び級してるからステージじゃ大学生だよ。今さらハイスクールなんて It's so bothering。 ダンジュと一緒なら楽しいわよ。青春しましょうよ。
かしら。私の作ったスクールアイドル部のこと分かってもらえた？この環境を利用しないなんておかしいとしか思えないわ。じゃあ、それはその子の力次第ね。私より魅力的ならその子が中心になるわ。ありえないけどね。でもまあそうね、一曲くらいはソロでステージに立たせてあげてもいいわよ。私、同好会のメンバーのことは認めてるの。スクールアイドルフェスティバルのステージを見てこの子たちだって思ったわ。荒削りだけどそれぞれの個性が尖って面白くて、その輝きを磨けばさらに私を輝かせる最高の光になってくれるはずなのよ。私の用意した最高のスタッフのバックアップを受けて活動すれば間違いなくレベルアップできるわよ。一番への近道なんじゃない？あなたおかしなこと言うのね。苦労は曲のレベルを左右しない。曲なんて素人が作るよりプロが作った方がいいに決まってるでしょ。あ、そうか、そういうことね。あなたも作曲チームに入りたいってことでしょ。それもそうよね。あなたの役割はなくなってしまうもの。メンバーを取られないように必死になる気持ちは理解できるわ。けどそれは難しいわね。私、あなたはいらないの。一応ミアにも聞いといてあげるけど期待はしないで。じゃ、みんなの説得よろしくね。バイバイ。あなた、おかしなこと言うのね。苦労は曲のレベルを左右しない。曲なんて素人が作るよりプロが作った方がいいに決まってるでしょ。あの、すみません、急に声をかけてしまって。でもあなたの姿をこんなところで見かけたので心配で。改めてお帰りなさい。あなたが帰ってくるのを心待ちにしていました。部に言っていたんですよね。ランジがどういうことをあなたに言ったか想像がつきます。私から謝らせてください。あの子がひどいことを言ってすみませんでした。私とランジュ、実は幼馴染なんです。部の設立も同好会の活動禁止も止めることができませんでしたから。ランジュを知っているから心配なんです。昔からあの子、人付き合いが不器用というか我の強いところが。で、これは私も同じ。生徒の自主性を無視して押し付けていました。似た者同士なのです。そうですが、相手にしてみれば同じことですよ。ランジュは華やかな外見、有り余る才能に裕福な家庭、誰しも羨むものをたくさん持っています。だけど足りないものもまた多いんです。本人はそれに気づいていませんが、自己中心的で強引で人の神経を逆なでする天才なので、私もこれまでどれほど被害を受けてきたか分かりません。ただ分かってほしいんです。あの子に悪気は全くありません。根本にあるのは純粋に自分がそうしたらみんなが喜ぶに違いないという思いだけなんです。とてもそうは受け取れないでしょうが、男女なりの善意なんです。とはいえ
身勝手が許されるわけではありませんが、鉄頭鉄尾あの調子ですから大抵相手に伝わらず煙たがられるんですけどね。またそのことにも気づかないから困ったものです。似た者同士で幼なじみですから。歩さんからあなた方二人のことを聞いたときは、同じ幼なじみでもこんなにも違うのだなと思ったものです。そんな、そんなこと言わないでください。あなたなしではなし得なかったことがいくつあると思ってるんですか。例えば覚えていますか、私同好会を廃部にしようとしていたんですよ。大人げない真似までして。そんな私が今はスクールアイドルです。これはもちろん同好会の皆さんが受け入れてくださったからというのもありますが、一番はあなたが誘ってくれたからです。頑固で頭でっかちな私をここまで変えたのですから、少しは自信を持ってください。ランジュやミヤさんは確かに素晴らしいです。二人とも祝福を授かって生まれた存在なのでしょうね。でも私はあなたの作った同好会が好きですよ。部の活動は素晴らしい才能が集まったとてもクオリティの高いものです。でも私はあなたと一緒に活動する皆さんの姿の方がとても魅力的に思います。今は私も部の一員として活動していますが、皆さんが同好会として活動できるようにできる限りお手伝いしますので、元気を出してください。そしていつか私ももう一度、そんな失礼なこと言ったんですか。あのわがまま女は先輩のこと何にも知らないくせに。先輩も負けないくらいにすごいんです。先輩がいなかったらスクールアイドルフェスティバルは開催できなかったし、先輩の作る曲は世界で一番なんですから。少なくともカスミンにとってはそうなんです。カナタちゃんもあなたの作る曲が大好きだよ。私もそうだよ。あなたの曲はどれもあったかくて思いが詰まってて抱きしめたくなるもの。そんなことない、足りないくらいだよ。他の誰が何と言おうと私にとってはたった一人の特別な人なんだから。先輩が部長だからこそ頑張れたことがたくさんあるんですよ。そしてあなたがいてくれたからこそ乗り越えられたことも。私たちの気持ち分かってほしい、リナちゃんボード。じー、そんなこと。先輩は同好会をやめちゃうんですか。カスミンたちのことはどうでもいいんですか。いくら考えても私は同じだよ。答えは一つだけなの。あなたと一緒がいい。あなたが誘ってくれたから始めたんだもの。これからも一緒だよ。それが私の素直な気持ち。カスミンだってそうです。カスミンの魅力を一番引き出せるのは先輩なんですから。私もここにいたい。私のなりたいスクールアイドルにはここでしかなれないと思うの。カナタちゃんのわがままを聞いてくれるのはあなただけ。カナタちゃん
あなたから離れないもんね。私たちと一緒にいてくれるよね。あなたじゃなきゃダメなの。そうですよ。しずこたちは同じ気持ちだよね。一晩考えてもいいでしょうか。え？どういうこと？しずこは裏切るの？そうじゃない。でも先輩がちゃんと考えてほしいって言ってるから、私は時間をかけて考えてみたいの。私もしずくさんと同意見です。一人になってしっかり考えてみたいです。私も。しずこもりなこもせつな先輩も残るよね。おかえりー。会いたかったよー。なんだかもう何年も会ってなかった気がする。大げさと言いたいところですが、私も同じ気持ちです。元気に帰ってきてくれてよかった。わあ、ありがとう。大事にするね。あ、じゃあ私たちからもこれお土産。合宿したことはしたのですが。かすみちゃん、あゆもちゃん、詳しいことは言ってないよね。え、言ってないですよ。合宿面白かったよ。ほのかちゃんたち、私たちのことをゾンビと間違えてさ。まあ、夜中にいきなり窓を叩かれたら誰だって驚くよね。ようちゃん、あゆむ先輩ってば全然気がつかないんですからね。だってみんな演技が上手くて。演技がうまくて。私としずくちゃん、かなり演技派だったからね。私もうまかったんじゃないかな。ほのか、小鳥、ちゃんと反省していますか。ごめんなさい。でも合宿自体は大成功だったんじゃない。みんなでヘトヘトになるまで練習したもん。あれはさすがの私も答えたな。でも練習の後のご飯は美味しかったね。かすみ、ご飯が美味しかったとしてもカナン先輩の特訓はもうこりごりです。そんなこと言わないで、またやろうよ。先輩が行くならカスミンも行きます。でもあんな特訓を続けられたら、次のスクールアイドルフェスティバルはもっとすごいことができちゃうんじゃないかな。ええ、そうですね。うん、最近はね、スクールアイドルフェスティバルがきっかけで海外の人からのメッセージも増えたんだ。私たちもエマさんみたいに外国からスクールアイドルになりたいってやってくる人も増えちゃうんじゃない。もう。ん？どうしたのですか、かすみ。いきなり難しい顔をして。そんなことになってるの。うん、そうなの。
この間なんて大変だったんですから。はあ、太陽の下での練習もいいね。眩しいから眠くなりにくい。同好会の活動は禁止されています。監視員です。直ちに解散を命じます。逃げろ。なんてことが。監視員なんて人たちがいるのですか。悩ましいですね。それだけじゃないんです。スクールアイドルフェスティバルの成功も手柄も全部部のものになっちゃってるんですよ。先輩たちやミューズやアクア、応援してくれたり手伝ってくれたりしたみんなと一緒に作り上げたのに、その手柄を部の人たちが横取りしちゃったみたいな感じです。だとしてもそれはちょっと悔しいね。先輩はいい人すぎるんです。おまけにランジュから意地悪されて自信なくしてるし。自信なくしてるってどういうこと。先輩ってばカスミンたちに部で活動した方がいいんじゃないとか言うんですよ。みんなの足かせになっちゃってるかもとか言うんですよ。もう。ねえ、活動を制限されてるって大丈夫なの。練習できてる。それはいいこと考えた。日学のみんな、私たちと一緒に練習すればいいんだよ。だって監視委員会だっけ。その子たちも音の木坂までは来ないでしょ。え、もちろん大歓迎ですよ。私たちにとってもいい刺激になります。終了。終わった。りなちゃんボードへんにゃー。なんだかいつもよりハードだった気がする。虹学のレベルが上がっているからそれに合わせただけよ。エリさんにそう言っていただけるなんて嬉しいです。先輩が帰ってきたら驚かせようってみんなで頑張って練習した甲斐があります。あなた、合宿で何があったか聞いた。私たちからしたら苦すぎる思い出なんだけど。でも次はドッキリはなしだといいな。だそうですよ、ほのか。でもかなたちゃん、なんだかんだ楽しかったからドッキリあるのもいいかも。私はもうあんなにハラハラしたくないよ。エマさん、今度やるなら嬉しい方のドッキリを一緒に考えようよ。それならやりたい。じゃあ次はうちが合宿のプランを立てようかな。のぞみ先輩のプランだと嬉しい方のドッキリじゃなさそうです。そんなこと言う子はわしわししちゃうよ。ピャー。ついでにマキちゃんもやっちゃおう。ついでとは何よ。こんな風に笑って練習できるなんて本当に久しぶりです。そうだね、
本当にミューズのみんなには感謝しかないよ。リンも楽しかったにゃ。うん、そうだね。あなたたちさえよければいつでも来て。だけど練習だけじゃ満足なんかできないんじゃない？そうですね、練習をしたなら成果を確かめたいですから。うん、やっぱりライブしたい。リナちゃんボードキラーン。みんなに私たちの歌を聞いてもらいたいよね。しかし許可なく郊外でのライブ活動はできませんし、今の状態で許可が下りるとも思えません。なら方法は一つね。方法があるの？ゲリラライブよ。ゲリラライブって何ですか？いつどこでやるかは誰にも内緒。突然その場をパーンとライブ会場にしちゃうのよ。かっこいい。それいいね。やりましょう。ライブさえできればこっちのものです。同好会の方がすごいって見せつけてやりますよ。みんなの指示があればさすがに学園側も無視はできないでしょう。でもランジュちゃんプライド高そうだし、なんかアクション起こしてきそう。それをうまく利用すれば立場が逆転するんやない？やる価値はあるよ。やっとみんなの前で歌えるんだね。あのわがまま女にカスミンたちの実力を見せつけてやりましょう。成功すればカリンちゃんやアイちゃん、しおりこちゃんも戻ってきてくれるかもしれないしね。先輩もよーく見ててくださいよ、カスミンたちのライブ。カスミンたちと先輩が一緒に作り上げるライブの凄さを見て自信を取り戻しちゃってください。そうと決まれば作戦会議です。ふふふ、作戦はニコに任せるニコ。お願いします。ゲリラライブを行うにあたってクリアしなければいけない問題がありますね。はい、監視委員会に気づかれないことです。リナちゃんボードキリリ。ええ、私たちは監視されていますから警戒されるようなことはできません。カスミンたち悪いことしてないのに何なんですかね。いかに悟られず水面下で準備を行うかですね。今ライブのことを決めて誰にも何も言わないで当日いきなりやる？秘匿性の高さだけ考えればそうしたいところですが、別の問題が発生してしまいますね。別の問題って？せっかくライブをしても誰にも見てもらえない可能性があるということです。いくらゲリラライブとはいえその時間に何かが起こるらしいという空気がなければ人は集まりません。だからといってそのような雰囲気が広まれば監視委員会の横やりが入るかもしれないというリスクもありますが、ゲリラライブをするよーって宣伝したら監視委員会も来ちゃうよね。でも私たちのライブを見たいって思ってくれる人にそれを届けられないのは嫌だよね。宣伝しないと人が集まらない、でも宣伝したら邪魔される。一体どうしろって言うんですか？全校生徒は無理かもしれないけど、せめてファンクラブのみんなには見てもらいたいよね。
ファンクラブのサイトでお知らせする？監視員がファンクラブに潜伏していない確証がない以上危険かも。つまりどうやっても宣伝は危険をはらむということですね。あ、ファンクラブのみんなにだけ伝わる暗号を考えるとかどうですか？暗号か、みんな解けるかな。噂を流してみるのはどうかな。噂ですか？うん、あのね、昔のことなんだけど、あなたは覚えてる？そう、あなたうちの団地がドラマの撮影で使われるっていう噂を聞いて、朝からあちこち探し回ってたことがあったでしょ？そうそう、その時は本当にただの噂で何もなかったんだけど、私たちと同じように団地を歩き回ってた人がたくさんいたの。なるほど、それはいいかもしれません。でもたとえ噂でも情報が流れちゃえば監視委員が駆けつけちゃうのでは？監視委員は2人ですし、噂の場所を多くすればチェックできないポイントができるんじゃないでしょうか。でもその噂はどうやって流します？カスミンたちが情報源ってバレたらまずいですよね。心当たり？さすがです。やはりこういう時は日頃の人付き合いがものを言いますね。そういう意味では先輩は虹ヶ崎で一番かもしれませんね。なんかなんとかなりそうになってきたね。なんとかなりそうじゃなくって、なんとかするんですよ。かすみちゃんやる気満々だね。当然です。あの女王様気取りのわがまま女にかすみんたちの力を見せつけてやるんですから。おしまいですか？まだまだ全然いけますよ。そりゃあ先輩をびっくりさせたかったですもん。かすみん練習すっごく頑張りました。あゆむ先輩たちもかすみんほどじゃないけど頑張ってました。はあ、そうでした、ここ借りてるんでした。先輩、この間からちょっとだけ落ち込んでません？かすみんは先輩のことならわかるんです。あのわがまま女のせいで先輩が落ち込んでるのは許せません。何度も言いますけど、先輩は本当にすごいんです。でも先輩はそれを分かってない。かすみんはそれがすごく悔しいです。まあ、もし先輩の言う通りだったとしても、かすみんには先輩しかいないんです。だって先輩はかすみんと同じくらいスクールアイドルのことが好きだから、かすみんはそういう人がいいんです。見ててください、かすみん次のライブで先輩は本当にすごいんだってみんなに見せてきます。かすみんの歌で先輩の凄さをみんなに伝えますから。いいお天気、りなちゃんボード、ピコーン。ついに今日ですね。屈辱の日々も今日でおしまいです。みんなにどっちが本物か教えてあげますよ。今日のためにたくさん練習してきたんだもの。さすがに少し緊張するね。
でもそれ以上にワクワクしてる。秘密組織の活動って感じです。かなたちゃん、いつもより早起きしちゃったよ。あ、そうでした。ポーカーフェイス、ポーカーフェイス。あら、あなたもこれからランチ？もしかして同好会のみんなも一緒？ちょうどいいわ。ランジュのランチビュッフェに招待してあげる。今日はよく行くホテルのフレンチを用意させたの。すっごく美味しいのよ。学食なんて飽き飽きでしょ。モーマンタイラ、同好会のみんなならランチくらいは部に入らなくてもご馳走しちゃう。ランジュとスクールアイドルのお話をしましょうよ。みんなにとっていい話を聞かせてあげるわ。あなたも同席していいからみんなを呼んできなさい。え？ランジュと一緒に食べたくないの？そういうもの？慣れればいいの？待ちなさい！一流に慣れさせてあげるわよ。ねえねえ、今見てきたんだけど、結構集まってくれてるよ。作戦大成功ですね。かなたちゃんも3カ所くらいから噂を聞いたよ。噂広まるの早かった。私たちのこと待っててくれた人がたくさんいるってことだね。なんだか嬉しいね。それだけで支えてもらってる気がするよ。歩先輩、喜ぶのはまだ早いですよ。ええ、ステージで力を出し切らねば。ああ、みんなお待たせ、スクールアイドル同好会のゲリラライブにようこそ。今日のトップバッターはカスミンです。あれ、なんだか騒がしくないですか？どうしたのかな。え、部のライブなんて聞いていません。あ、みんなこれから私たちのライブ始まるのに。そんな、みんな行っちゃうの？はい、なんだかスクールアイドル部のライブもやるみたいですが、同好会だって負けてませんよ。カスミンたち、みんなと楽しい時間を過ごすために今日まで頑張ってきました。それを確かめてください。たったこれだけの人しか残らないなんて。スクールアイドル部の魅力は私たちより上なんでしょうか？そんな。カスミンを見てください。ふっふっふ、今残ってる人はお得ですよ。パワーアップしたカスミンを一番最初に見ることができるんですから。ほらほら、せっかくですし遠慮せず前の方にどうぞどうぞ。こんなチャンス次はないかもですよ。カスミンのこともっともっと近くで見てくださいね。歌もダンスも部の方が上かもしれないけど、カスミンはまだまだかもしれないけど、それでもみんなが応援してくれる限りカスミン負けてないんです。だってカスミンのライブはカスミンしかできないもん。カスミンが一番可愛くて
ミンの、カスミンの全部を込めた最高のライブをするから、カスミンと一緒に盛り上がってください。カスミさん、カスミちゃん、みんな声出そう。頑張れでは聞いてください、ダイヤモンド。最初あんなに泣きそうになっちゃってたんだろう。ステージに立てばみんなカスミの味方なのに。しずくも見たでしょ、みんなの顔、カスミと同じすっごい笑顔だったよね。うん、やっぱり今日もカスミ最高に可愛かったな。ねえしずくもそう思うでしょ。そうだね、そう思う。わあ、先輩先輩先輩、カスミンどうでした？えへへ、そんなことあります？カスミさんすごいな。え、何か言った？しずくちゃん。しまいましたね。悔しいですが、部の人気は本物です。うん、やっぱり部のクオリティはすごいもんね。でも私たちと一緒に楽しんでくれる人たちがいてくれて嬉しい。とっても力になるよね。うん、みんな一緒に楽しめたよね。そうだよ、私たちのことを応援してくれる人にライブを届けられたんだよ。だからこそカスミンたちもっともっと頑張らないとです。ですよね、カスミン自分でもそう思います。カスミンたちはスクールアイドル部になんて全然負けてません。先輩、私もあなたに一番近くにいてほしい。カナタちゃんもあなたがいないとダメ。あなたがいてくれないと私またいつ暴走するかわかりませんよ。やっといつもの先輩に戻ってくれましたね。先輩はカスミンたちの一番の味方でいてくれるってあの日約束してくれたんですから、ずーっとそばにいてください。
私たちのやりたいスクールアイドルを一緒に考えて一緒に目指してくれるあなただから、私たちは全力でスクールアイドルができるんだよ。一緒に頑張ろう。さて、じゃあ早速作戦会議だ。この先どうする？まず活動の許可は下りないことを前提として考えなくてはいけませんね。だったらこのままゲリラライブを続けましょう。カスミンたちのやり方で同好会の魅力を伝えていくんです。部に負けないくらい盛り上がればきっと応援してくれるみんなが声を上げてくれるはず。うん、私たちのライブをもっともっと見たいって言ってもらえるよね。そうだね、まずは味方をたくさん作ろう。うんうん、見てくれる人がどんどん増えていくように頑張ろう。あの噂の仕掛けをもっとたくさん考えてみましょう。どんな風にする？あの皆さん、どうしたの？しずくちゃん。あの、私スクールアイドル部に行こうと思うんです。何言ってんの？しずこ、しずくちゃん本気じゃないよね？本気です。なんで？嫌だよそんなの。ごめんかすみさん、でももう決めたから。しずこ最低だよ。このタイミングで部に移るって、人気のあるところでスクールアイドルしたいだけじゃん。違うの。そうじゃなくて、私先輩に言われた時からずっと考えてたの。やだ、しずこなんてもう知らない。残念なことに変わりはありませんが、しずくさんもよく考えてのことなら。私も寂しいけど、しずくちゃんの意思を尊重してあげたい。せつなさん、りなさん、せっかくみんなで頑張っていこうって空気だったのに台無しだよ。かすみん帰る。あ、しずこなんてもう一緒に帰ってあげないんだから。しずこのバカバカ。先輩も私に失望しましたか？先輩、あの、そうじゃないんです。私、部と同好会で何がどう違うのか自分の目で確かめたいんです。部のパフォーマンスは確かにすごいです。圧巻とすら言えると思います。圧倒的な空気に引き込まれているのに、ふと同好会のパフォーマンスが頭をよぎるんです。本当にふと思い出すんです。クオリティを聞かれたら、おそらく100人中100人部の方が勝っていると言うと思います。でもなぜか私はそれに同意できません。今日のかすみさん、ランジュさんに負けてないと思いました。何が違うんでしょうね。何かが違うのに、それがわからないことがもどかしいんです。だから私、部に行ってきます。その謎が解ければ、私だって。実は、恥ずかしながら、ちょっとだけ勢いで行っちゃったところもあります。私、かすみさんのことをすごいって思ったんです。
スも部の方が上かもしれないけど、カスミンはまだまだかもしれないけど、それでもみんなが応援してくれる限りカスミン負けてないんです。あんな風に言うの、今の私には無理だなって思ってしまいました。そう思ってしまった自分にも落ち込みました。だから負けるもんかって思ったんです。私も成長して自信を持って、私の方が魅力的なんだと言い切れるようになりたい、そう思いました。先輩、こんな私でも応援してくれますか？はい、待っていてください。絶対に成長して戻ってきます。